ホノリアの肖像が彫られたコイニュスタグラタホノリアは、西ローマ帝国の巫女、テオドシウス朝の皇族である。父は、コンスタンティウス三世、母は、西ローマ帝国最初の皇帝、ホノリウスのイボ妹、ガンラプラキリア。イフ系に、テオドシウス、同父母帝に、西ローマ皇帝のウアレンティニアヌス三世がいる。ゆえにホノリウスは、ホノリアのおじにあたる。母方の祖父は、 テオドシウス一世とガンラ。つまり、ホノリアは、ウアレンティニアヌス一世の彦である。ローマ皇帝であるグラティアヌスと、ウアレンティニアヌス二世は、ホノリアの祖母、ガンラの兄たちである。417年もしくは418年頃コンスタンティウス三世、ガンラプラキリア夫妻の長女として生まれた。421年に、父が没すると、母は、イボアに ホノリウスに求婚され、それを拒絶するために決別、弟、ウアレンティニアヌスと共に、東ローマ帝国コンスタンティノポリスの皇宮に出奔、老いのテオドシウス二世のもとに身を寄せた。423年に、ホノリウスが没すると424年10月23日に、テオドシウス二世は、コンスタンティノポリスでホノリアの弟のウアレンティニアヌス、を副帝に指名、そして、 イタリアでの戦乱の後、425年10月23日に、西方聖帝に任命した、ウアレンティニアヌス三世である。1884年4月26日に、オーストリアの天文学者、ヨハンパ・パリサが、ウィーンで小惑星体の一つでやや大きい小惑星を発見し、古代ローマ帝国の皇帝である、テオドシュース一世の孫娘であるホノリアにちなんで、命名された。 ありがとうございます。